朝目覚めて女の子になっていたらまず最初に何をしますか。一番やってみたいことは何ですか。あ、正直なとこやっぱり答えてほしいですよね。いやもうこれはもう、いや間違いに超えるでしょうね、ずっとまずはカバそれはもう間違いなくそうですよ、それはもう絶対そうですよ。しますよね、ちょっとちっちゃかった日にはがっかりしたかもしれないですね。僕はもう痛いぐらい揉んでみますね。痛いぐらい揉まんねえんちゃう。痛いちょい手前ぐらいで、あもうこれじゃ無理、これじゃ無理、こんな感じか、これじゃ無理の感じやねんなって。ちょっと聞いていただいていいですか。一番気になりますね、どうですか。いや聞か、女になってたら。いや聞かないでください。なんでやねん。でも一応触ってみるでしょ。あ、それは触りますよね。ねえ、どうしときますか。ブラジャー買いに行くか。おブラジャー買いに行くつけなきまんまやとりあえずつけてみる。まあそりゃそうですよね、まあ全然あると思いますよ。どうすんの、たまにどうすんの。僕一人でなんだしてみたいですね。バカお前は。いや止めたい、止めといたの。音ずっとしたのこれね。桜井君一番ね、桜井君が実は一番本音を言った。俺も絶対そうする。もうええわもうお前ら。終わりじゃん、歌歌えよお前ら。